三つ吉賢治は、日本の建築家、都市計画学者、九州大学名誉教授、社団法人日本都市、計画学会九州支部所大支部長、財団法人福岡都市科学研究所所代理事長、九州大学工学部建築学科の創設期に、九州大学での講義を兼務していた丹下健三の後を受けて、助教授として赴任し、定年退官まで同学科の発展に寄与した。 丹下研究室時代には、倉吉市庁舎の設計等を担当した。九州大学では、建築学教室、九州大学50周年記念講堂、工学部75周年記念庭園等を設計し、キャンパスの整備に貢献するとともに、九州各地において、数多くの学校建築、商業建築、公共建築等を手掛けた。また、 福岡市都市計画審議会会長など、九州各地の都市計画、建築行政に関する委員長、会長職を務め、自治体のマスタープラン策定、住宅地開発、生活環境の整備など、都市の発展に貢献した。さらに、九州大学退官後は、財団法人福岡都市科学研究所理事長を務め、都市計画の学術成果の普及に尽力するとともに、 福岡市ユネスコ協会副会長として文化活動にも参与し日本を研究する海外研究者との国際交流を通じて日本の理解を広める定期的国際会議開催を実現した九州大学創立50周年記念行動ありがとうございます